聖金間での演奏朝鮮半島における雅楽とは、中国から伝来した雅楽を元にした祭礼などにおいて用いられる音楽を言う。現在の大韓民国の分類では、伝統音楽を総称して、国学といい、これを宮中や知識階層の間で演奏された将楽と一般庶民の民族楽に分ける。雅楽は長楽のうち中国を起源とする宮廷音楽を言う。 同じ中国起源でも中国の民族楽に起源するものは当楽といって区別される。ただし、歴史の方で見られるように国立国学院が利用植画学部を母体としているため国学が画学の別名のように使われることもある。主要な画学は祭礼楽で文明学と創病学がある。文病学は講師病の祭礼の音楽で古い楽器である編章。 変金、不死鼓などの打楽器、約、章などの管楽器、こと、質などの弦楽器が用いられる。僧描楽は、僧描祭礼祭の音楽で、文描楽の楽器の他に、仇、ちゃんご、道、白などの打楽器、大、太平章、力などの管楽器、牙ごと、稽古と、弦ごと、かやごとなどの弦楽器が使用される。しかし、現行の編成ではこのうちいくつかの楽器は、 使用されない。他に、遠礼学と、軍礼学がある。三国式には、白木の文武王の4年に当学を学ばせたという記事が、見える。また、創始によると、高麗時代に、北宋の基礎が制定した大明楽,楽が伝来した、らしい。しかし実際の音楽の詳細は不明である。朝鮮の清宗は、僕を許容し、高麗時代にトラした宗学を整理させ、また、 当代の雅楽の研究、復興を行わせた。この時に、宮廷音楽の基礎が定まったとされるが、僕による改革の詳細は不明である。青州の時に、学学規範が編纂された。宮中音楽について詳細がわかるのはここからである。しかし、その後、文読、慶長の役と女神の侵入によって国力が消耗し、雅楽は縮小した。 西州の時代には55種類という多数の楽器が使われていたが、1630年の女性宮園正では25種類に楽器が減っている。構想は、清掃時の盛大さを復活させようとして、学人の数が数百人に達し、蜂の舞を行ったが、大韓帝国が倒れると、宮廷音楽は衰微した。宮中の音楽を司る機関としては、三国式に、 白ラの新徳城を5年に音声書が置かれたという記事が見える。後来には大楽書あるいは天楽書があったが、教場を3年に画学書を加えた。朝鮮初期には様々な干書があったが、後に手のひら楽書に一元化された。1894年に手のひら楽院は手のひら霊院に統合された。大韓帝国時代の区内府は、日本統治時代の朝鮮では、 日本の国内省管轄下の利用職に改編されて引き継がれたが、その規模は縮小された。利用職に所属する雅学隊が雅学を管轄した。もともと行事ごとに異なる学士が配置され、世襲だったが、韓国併合後は宮中の行事も縮小され、一般公募による学士がいくつかの役割を兼ねるようになった。1919年には雅学部員に養成所が設置された。 この時代には、また盛んに財布が行われ、1928年からラジオ放送されるようになった。SP レコードも93枚が出された。1924年には、併合15周年を記念して、京都で公演を行った。1940年には、紀元2600年記念行事のために、公開1万年の舞、公開1万年の曲が作られた。大韓民国では、 利用植画学部を母体として伝統音楽全般を司る国立国学院が1951年に創立され、画学はこの機関が扱う。ありがとうございます。